栃木県道、茨城県道35号、宇都宮有機線は、栃木県宇都宮市から、茨城県有機市に至る県道である。国道4号新4号バイパスにほぼ並行しており、河内郡上野川町市街を経由して、有機市市街地と宇都宮市市街地を南北に結ぶ道路である。茨城県区間の距離は 1km にも満たない。栃木県では、 神の川街道とも故障される。1959年10月14日、新たな県道として、栃木県宇都宮市を起点とし、茨城県有城市を終点とする区間を本路線とする、県道宇都宮有城線として、茨城県が県道路線認定した。道路法の規定に基づき、茨城県内の有城市、有城道間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。栃木県道35号、宇都宮有機線上の川町上、鴨毛付近茨城県道35号、宇都宮有機線有機市、有機福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。 ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、P5 県道路線認定茨城県法、号外10月14日より道路の区域決定。茨城県法、号外10月14日よりハット S、道路法第56条の規定に基づく主要な、都道府県道及び市道平成5年5月11日建設省。 国事第1270号、建設省、道路の専用を制限する区域の指定。茨城県法、第2980号、ピアニッシモ、1828。ありがとうございます。